はい、こんにちは、タカです。昨日はロシアのウクライナ侵攻、これによってかなりの大きなリスクオフの流れ、具体的にはドルが買われたり円が買われたりという状況にはなりました。株価なんかは大きな下落、金の方にも一気に買いが入ったりと、いろんな商品でいろんな動きが出たんですけども、ただこれ引けにかけてだいぶこれ戻してるんですよね。特に金なんかはもう完全に潰されてしまいました。円なんかもかなり強い買い入っていたんですけどね、売りの方が今は出てきています。ただこの値動きを一生懸命追ってしまうと、これはもう今までと同じですからね、一歩引いてこういった環境が見えたことによってどういった景色が見えたのかというところを、まずは見ていきたいと思います。まずはこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。このユーロもかなりの大きな売り入ったんですけどね、一気に買い戻されています。半分ぐらいは戻しましたかね。ではこの動きによって何が見えたのかですね、この下髭をつけた形を見ていくと強さが見えてきますかね。僕あまりそうは見えないんですよね。やっぱりこれサポート割れている形はありますから、だから見れば売りのトレンドにもなってますよね。僕が気になるのはこのサポート割れたというこの事実、こっちの方が気になってしまいます。背景にはドル買いですね。ドルがすごく強かったというのが影響としてはすごく大きいと思います。ただまあかなり下髭もつけていますけども、これはもう波の起点、押し足にぶつかって反転したと考えれば、ない動きではないと思います。流れが止まりそうなところでしっかり流れが止まったと、少し行き過ぎた動きだったということなのかもしれません。ですから、ある程度戻ってくるというのもこれは納得なんですけどね、ただ僕はこのサポート割れたというこの事実、これがどうしても気になってしまいますね。ユーロの弱さであったりとか、このドルの強さであったりとか、このあたりは変わらず見ていくことにはなるんじゃないかなと思えてきます。ただ昨日に関してはこれも200ポイント近く一気に売りが入りましたからね、こういった動き出てきてしまうとやっぱり相場の方も荒れてしまいます。短期トレーダーにとってはもうすごくボラのある、いい環境だったとは思いますけども、これ流れを見ていこうと思う人にとっては少し難しい環境だったように思います。ただとりあえず日足の方ももうすぐ確定してきますけども、これで何が見えてくるのか、やっぱりサポート割れたというこの事実がどうしても目に入ってきますけどもね、どうでしょうか。であれば戦略としてはやっぱり売り目線というのは継続して見ていくことになりそうで、ただ問題はどこで売っていくかですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。かなり大きなボラになってきています。もう普段よりはサイズを落として、その分この値幅を取ってねトレードはしていく環境かと思いますね。この 1.13 サポート割れてから大きな売りのトレンドになっています。これ 1.11 近くまで行きましたからね、相当大きな売り。ただ流れが止まってからは反発の形も見せています。少し行き過ぎた動きでしたかね。調整の戻りということなんだとは思いますけども、これがあくまで調整の戻りなんであれば、どこかで流れが止まれば再度売りの方も出てくるかもしれません。日足の環境を見てもサポート割れたという、まずはこの事実を見ていきたいと思いますから、ならば目線はショート、どこかで売っていきたいと。ただこの近くに壁が全くない状況で、売る場所がないですね。ですから売っていくためにはまずはこの戻りの壁探しですね、しっかりこれ以上抜けていかないという、そういった壁を見つけてショートを見ていくことになりますから、少し時間はかかってはきそうですかね。かなり大きな強い戻りが入ってきています。下から見ていくともう100ポイント以上戻してますからね、相当強い回なんですけども、ただそれでもまだこれは調整の戻りに過ぎないと今は見ています。ただ何度も言ってますけどもね、この売りの流れに対して急激に戻す動きに対してのショートは気をつけたいんですよね。今これ100ポイント一気に戻してきてるわけですから、この動きに対してすぐにショートを見ていくわけではなくて、まずは一旦流れを止めるところ、そこをしっかり見てはいきたいです。売っていくのはもうそれからかなと思いますね。目線はショート、これは変わらないんですけども、だいぶ突っ込んだ動きにもなっていますし、ボラの方がすごく大きくなってきています。一度こういった動きになってしまうと、落ち着くにもそれなりにやっぱり時間ってかかりますからね、それまではこういった壁も見つかりにくい状況にもなってしまうと思います。すごくボラも大きくなっていますから、トレードしていく際には普段よりはロットを抑えて、その分値幅に余裕を持たして値動きを追っていきたいとは思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。今回このユーロ円だけではなくてこの線全般そうなんですけども、だいぶ突っ込んでるんですよね。円というのがすごく強かったんですけども、これ引けにかけて急激に戻しています。
この動きによって見えてくる景色というのをまずは大事に見ていきたいですね。まずこのユーロ円なんですけども、黒線の中でも一番弱い通貨として僕は見ていました。下落トレンドも見えていました。そして昨日ですね、これサポート完全に割ったんですよね。これ128円まで行きましたから、これ200ポイント以上の下落、すごく大きな売りが入ったんですけども、ただ今のこの形ですよね、急激に戻しています。下髭つけたピンバーとして今は形を見ていくことになりそうですね。ということはこのサポート、まだ割ってはいないんではないかなと。むしろこのあたりでしっかり足場を作ったといった形、下のサポートの強さも確認していくんであれば、次は買いが入ってくるかもしれません。この値動きというのはほとんどがもう円の動きでしたからね。ということはこの円買いの流れというのは一旦はストップということになってくるのかもですね。こうなるとまあここサポートが見えるわけですから、いろいろ景色が見えてきます。まずはここの上昇トレンドなんですけども、これ直近高値抜いてるんですよね。ということはこれ押し安値、まだ割ってはいないと見ていくんであれば、押し目買いという形も見えてきます。ただこの売りの流れが強かったから買えなかったんですけども、今回下髭付けてサポートの強さを確認していますから、ならば一旦はこの波の反転を見てロングをしていくというのも悪くはなさそうですね。ここを足場と見ていくんであれば、今レンジが見えていますけども、今の現在地まだレンジの下限なんですよね。まあ下の方に抜けてしまったらこれは苦しいと思いますけども、サポートが見えてくればロングなんかは面白そうな場所にはなってきます。このサポートの候補というのは129円の50あたりで一旦見ていこうかなと。ですからまあ再度割ってきたら苦しいんですけども、なかなか割ってこないという形が見えてくると一旦は反発見ていこうかと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。これもかなりの大きなボラになってますからね、トレードしていくんであればサイズを落として、その分値幅を大きめにとって値動きを見ていきたいです。今回これサポートを割れた強い売りに対して戻りが入っているわけですね。であれば戻り売りという形、これも間違いではないと思うんですけども、ただこの戻りがすごく急なんですよね。抜けた動きに対して急に戻す動き、この戻りに対してショートを見ていくのはもう気をつけたいです。下がってくれればいいんですけどね、下がらなければショートがすごく捕まりやすい動きでもあります。今この目の前に見えてる壁というのは日足のサポートでもあったりもしますからね、ここを行ってこいと見ていくんであれば、ここがサポートになってくるかも。円買いがまあこれにて一服という形になってくるんであれば、次は円の売りのターンという形も見えてくるかもしれません。まあどっちにしてもね、この位置というのはすごくギリギリのところで、深い押しが入ってしまったらショートの逃げ場を当ててしまいますからね、上値が重くなる、まあ、そういった強い円買いが出てきたらもうこれは仕方がないと思いますけども、これだけのいてこいですからね、一旦はこの円買いの勢いが止まったと考えていこうかと思います。このサポートを利用してのロングですかね。これはもうユーロ円だけではなくて黒線全般的に同じ形を見ていこうかと思ってはいるんですけどね、この円の売りの流れを意識して見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドもまあドルもすごく強かったですけども、ポンドの方にも売りが入りましたから、サポートも完全に割ってしまいましたね。これも200ポイント以上の大きな売りの流れになりましたけども、だいぶ下からは反発の形も見せています。これ押し安値がここにありましたから、割っていればいろいろ景色も変わったと思うんですけども、結果としてこれまだ割ってはいないですね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足環境を見ていくと、この押し安値どれだけ大事かというのが分かるかと思います。これ割れてしまったら高値からの売りのトレンドになるんですよね。波が見えてきます。ただ今これ下の方抜けましたけども、すぐに戻した。週足環境を見ていくとまだこれ抜けてないですよね。これ確定するのは今日確定しますから、今日売りが入ってくればこれはブレイクになってくるんでしょうけども、これ売りの方が入ってこなければサポートの形が見えてきます。するとこれ安に切り上がりますからね、こういった上昇の形も見えてくることになりますね。ただまあこれは赤い波も青い波もまだ決着はついてない、まあ高いです抜けてないですからね、まあつまりレンジと見てもいいと思います。ならば今の位置はどこかですよね。まあレンジの安値圏ということで、この位置から売るかどうかというのは慎重になってもいいんじゃないかなと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。そういった環境で大きな売りが出ました。これ高値から見ると300ポイント以上の下落ですね。もう相当大きな売りですけども、ただこの流れは一旦止まっています。大きな調整の戻りも入りました。上位足を見ていけばこの辺り、まだサポートも見えてきます。この位置からのショートは気をつけたい。ただまあもうかなり伸びきったところでの値動きですから、買っていくにしても売っていくにしても近くにまだ壁が全く見当たらないんですよね。少しトレードしていくには時間はかかってきそう。それまではもう短期トレードと割り切ってやっていくことになるんじゃないかとは思います。
しっかり方向感を見ていこうと思えば、レジサポはしっかり確認はしたいところですね。かなりの大きな売りの流れは出ました。サポートも割れましたけどね。ただこの日足のサポートなんかはまだ効いているようにも見えます。すごくドルも強いですし、ここ最近ちょっとポンドの方にも売りが入ってますからね。目線ショートで見ていくのも面白いとは思いますけども、ただレンジの加減、これは忘れないようにしたいですね。はい、変わりまして、こちらがポンド円1時間足に日足を重ねています。このポンド円に関してもサポート割れたんですよね。大きな売りが出ました。ただこの後急激に買い戻されています。ではこの環境を改めて見て何が見えてくるのかなんですけども、僕はこのサポート割れたというこの事実がどうしても目に入ってきますけど、どうでしょうかね。確かにね、かなりの大きな売りも入って戻していますから、行き過ぎた動きだったというのは間違いないと思います。下のサポートの強さも確かに見せてはいますけども、正しい環境を冷静に見ていけばサポート割れたというこの事実がどうしても思うように思いますね。目線ショートは変わらないかなと。ただ問題はどこで売るかですね。これだけの下髭をつけてるわけですから、売っていくにしても相当慎重に売らないといけないと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。サポート割れた売りのトレンドに対して急激に戻す動き、この急に戻す動きに対してショートを見ていくのは気をつけたい。これはもう普段から言っている通りですね。どうしてもこういった値動きというのは戻り売りが入ってきますから、ショートを捕まえてしまいます。ですから売っていくんであればしっかりまずは流れを止めてからですね。そうこうしているうちにしっかり戻りが入って、またサポートを回復してきたりなんかすれば、これはもういてこいになりますから、再度サポートを見ていく、こうなってくると買い目線という目も見えてくるとは思います。ただ日足はもうサポート割れてますからね。事実しっかりブレイクしていますから、今はそこまでは考えていません。そういった形が見えてくればまた改めて考えていこうかと思いますので、今はこの日足がブレイクしたというこの形を見ていきたいとは思います。目線としてはやっぱりショートにはなってきますかね。ただ強い戻りが入っていますから、今すぐショートというわけではなくて、しっかりまずは流れを止める壁を見つけてからのショートになりますかね。はい、変わりまして、こちらが5ドルドル1時間足に日足を重ねています。この5ドルも昨日はかなり大きな売りが出ました。ドルも強かったですから、こういった売りが入ったのは仕方がないんですけども、ただこれ引けにかけて急に戻してるんですよね。この結果を受けてじゃあ何が見えてくるのかなんですけども、これサポート割れてますかね。すごい下ヒゲつけてますけども、結果としてこれまだサポートは割れていないんじゃないかなと。この前には上昇トレンドが見えてるわけですよね。ここはもう押し安値になってるわけですけども、これ押し安値割ってないんであれば、また買いが入ってきてもおかしくもないような場所です。この 0.72 より上というのもすごく上値が重い、これも事実としてはあると思うんですよね。ここ最近この高値を何度も試すんですけども、なかなか抜けていかない。ようやく抜けたと思ったら潰されていますから、やっぱり上値は重いなとは感じますけども、それを言うんであればこの下のサポートも強そう。ここまで戻った意味というのを考えていけば、サポートはやっぱり効いているんじゃないかなと。ならば上下に壁が見えてるわけですから、レンジと見てもいいと思いますし、レンジが見えてくるんであれば、このあたりはレンジの加減、安値圏ですから、ショートは気をつけたい場所ですね。なかなかこれもポジション持ってこの動きを耐えろと言われても難しいと思いますからね。プラスされた方もたくさんいらっしゃると思いますけども、僕はこれでサポート割れたとは今のところはやっぱり思えないですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足見ていくとも4時間足、これ何本ですかね。ずっと売りが入りましたけども、今は流れが止まって調整の形になっています。だいぶ下の方にも突っ込みましたけどね、しっかり戻りも入ったということで、個人的にはこの日足のサポートはまだ効いているんじゃないかなと。ブレイクを見ていくんならば、日足の終値がしっかりブレイクしたというこの事実が欲しいですけども、そういった事実はまだないですから。であれば、今日に関してはこのサポートは引き続きまだ見ていこうかと思います。このあたりレンジの加減ですからね、ロングは見ていきたいなと。現在流れが止まってますから、こういったサポートも見えてるわけです。下に引きつけてロングは意識したいところですね。これもかなりの大きなボラになっていますから、普段よりはサイズを落として、その分値幅に余裕を持たして、この値動きを追っていくべきかと思います。今売りの流れが止まりましたからね、短期的には調整の動きを見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらが5ドル円、1時間足に日足を重ねています。この5ドル円が一番強いですね。そもそも昨日なんですけども、5ドル円、大きな売りは入っていたんですけども、レンジの加減、これまだ抜けてなかったんですよね。結果として昨日はこのレンジの加減、この下でサポートされて、そしてレンジの下から買いが入ったような状況。レンジが見えていますから、今の現在地、これレンジの高値圏ですから気をつけたいところなんですけども、ただ日足で行っておくの形が見えてますからね、底堅い動きにはなっています。
しかもこのレンジの安値を試して抜けなかったというこの事実も見てますから、次は高値を試す動き、そしてもしかしたらこの高値を試した結果抜けてしまうかもしれません。昨日のこの動きを見る限り、5ドルはすごくやっぱり強いなと見るべきかとは思いますけども、どうでしょうかね。ではロングということにもなってきますけども、ただレンジの高値圏なんですよね。ロングは慎重には見たい場所にはなります。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ていくと、このサポート少し割れてますかね。強い売りの流れに対して急激に戻す動き、戻り売りも入ってきそうな状況ですね。ただなかなか下がらない。さらにはもうこの下はレンジの加減、ちゃんと日足のサポートにもなっています。ちゃんと日足のサポートで支えられて波の反発も起こってますから、次はレンジの高値を目指した買いの流れ、これを見ていくのが普通かなとは思います。ただ問題はこの高値を抜けてくるかどうかにはなってきますかね。今回これ下を試してダメだったわけですから、上を試す形にもなりますけども、前回もこれ抜けなかったですからね。上値もそれなりに重いというのもこれは押さえてはおきたいです。チャートを見ていくとやっぱり強さは感じますかね。ただ今はレンジですから下からは拾っていきたい。今日に関してはこの押しをしっかり待つところからのスタート、もしくはサポートを探していくところからのスタートにはなってはきそうです。目標はまずはレンジの上限、そしてこのレンジの高値抜けてくるかどうかといった動きを見ていくことになりますかね。はい、ということで、どの通貨を見てもだいぶ下の方に突っ込みましたけども、急に戻す動きになっています。この下ヒゲをつけたチャートをどう見ていくのかがポイントになってきそうですけども、まず強さを見ていこうと思うのがこの5ドルですかね。5ドルドルを見てもこれサポートまだ割ってないですよね。強い流れは見ていける状況はあるように思います。サポートされるんであればまた買いは入ってきてもおかしくないですかね。5ドル円もそうだと思います。かなり売りの方も入りましたけども、昨日ですらこれレンジの加減ですね、割ってないですからね。下から買いが入ったという状況にもなりますから、下を試してダメだったわけです。次はこの高値を試す形を見てはいきたいですね。一方で下ヒゲをつけたけども、やっぱりチャートとして弱いなと感じるのが、まずはこのユーロドル。チャートの方を見ていくと下落トレンド見えてます。サポートも終わってますね。確かに下ヒゲもつけてるんですよね。ただこのブレイクしたというこの事実は変わらないです。これはポンドドルもそうですね。サポート割れたというこの事実はしっかりあると思います。直近安値この辺りで一旦流れは止まってますから、この位置でショートを見ていくかどうかは別問題ですけども、ただ下ヒゲがどれだけ長くてもこのサポート割れたというこの事実もこれは外せないと思いますね。あとはこのポンドもそうですね。サポート完全に割っています。確かに下ヒゲもかなり長いんですけどね、ただサポート割れたというこの事実もこれは外せないと思いますね。昨日はかなりの大きな動き、ボラがありましたから、今日も影響はあるかもしれません。ですから、あまりロスカットをタイトに置いてしまうと全部引っかかってしまうみたいなこともあるかもしれませんので、普段よりはサイズを落として、その分値幅に余裕は持たしたいですね。全体的には円の方が昨日かなり強かったですけども、最後に売りが入ったというこの形が少し気になるところです。円の反転というのはもしかしたら見えてくるかも。一方でドルはすごく強いとは思いますから、このドルの強さは継続して見ていこうかと思います。このボラの大きさ、上げ下げの動きに振り回されないように、といっても昨日みたいな動きになってしまったらどうしても振り回されてしまいますけどね、基準として見てるレートに極力引き付けて、エントリーはしていきたいものですね。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方貼ってますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。